1月10日日曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田有紀がお伝えします。まずは予想天気図からご覧ください。引き続き冬型の気圧配置となりまして、日本海側を中心に雪に注意が必要となります。一方で太平洋側では日差しが届き、穏やかなところも多くなりそうです。では各地のお天気をアイコンでも見ていきましょう。冬型の気圧配置となりますので、北陸以北の日本海側では雪の降り方に警戒が必要となります。この後もですね、積雪の増加の恐れであったり、路面の状況が悪化する恐れがありますので、無理な外出は控えるようにしてください。そして除雪などを行う場合には、一人で行わず複数人で声を掛け合いながら行うようにしましょう。一方でですね、西日本のエリアではだいぶ雪の降り方が落ち着いていきそうです。そして気温も前日より上がるところが多くなります。そうなりますと、路面がぬかるんでしまったり落雪の恐れがありますので、足元頭上にお気をつけください。北海道では連日真冬日が続いております。体調管理万全に行っていきましょう。全国のお天気をアイコンで確認していきました。